国分さんって経済学部の先生なんですね。あ、そうなんですよ。はでい。も経済を教えてるわけではない。いや、哲学を。あ、そういうもんなんですか。まあ、いろんなそ大うです学ね。では。ええ、で適も、当なんですか。適当というか、一応教養学部の、ああ、教養のなる教ほ員ど。なので、でもすごく、あれですよ、今、哲学の授業やると人気出ますね。非常に、200人ぐらい来ますけれどね。例の白熱教室の影響でしょうか。いやー、どういうことなんでしょうね。でも、ちょっと前だったら、こんなに来なかったかもしれないなというか、みんなこう、根本的なとこもうちょっと知りたいっていう気持ちは、今の若い世代は大きい気がしますね。で、哲学史を教えてるわけではなくて、何かサブジェクトを選んでやっていくわけですいか。ろいろですね。哲学史みたいなのもありますけど、で、まあ、一応その時の僕の関心に沿って、最近だとちょっと笑っちゃうんですけど、原発の問題を通じて僕はどんどん自然の問題とか考え始めて、で、ついにこう、ソクラテス以前の哲学者とか、ハイデガーを通じて考えたりして、で、まあ、ソクラテス以前の哲学者と原発って授業とかやってたんですけど、でもまあ、そんな感じで、でもまあ、一応知識をね、体系的知識を持ってもらったら非常に大切なので、なるべく哲学史の知識は伝えるようにしてるんですけどね。まあね、技術論ですよね。要するにハイデンガー、プそうロでメすテウね。スの火から始まる、人類と技術の問題ですからね。これね、これ根本的に考えないとそうね、でいすけないでね。すよね。そうか、そういう授業って僕も聞きに来て ありがとうございます。そうですか。でも、もともとはスピノザをやってたんですか。そうですね。スピノザっていう17世紀のオランダの哲学者なんですけど、その人をずっと、修士ぐらいからずっとやってますね。で、ドゥルーズもやってる。そうですね。ドゥルーズっていうのは、まあ、ドゥルーズを現通代しの。てスピノザやってたではいなや、い。別々でしたあ、ね。そうなんですか。スピノザで。まあ、僕自身はとってもその現代の哲学者であるジル・ドゥルーズって人に非常に惹かれてたしましたけど、まあ、僕はそのドゥルーズみたいにやっぱり昔の哲学者をきちんと研究しなきゃダメじゃないかなって気持ちがすごく強くあったんで、だから17世紀の哲学を割と長くやってますね。まあ、ドゥルーズの、盟友っていうか、フーコーもそうですけど、ものすごいですよね、その勉強の。スピードも速いんですかね、厚みがすごいんじゃないですか。スピノザもやってるし、カントもやってるし、もう何でもありみたいな。ですね。ありとあらゆることに手出して。本当かどうか分かんないですけど、ドゥルーズは本読みすぎてこうめくり、ページをめくりすぎて指紋がなくなってたとかっていう噂が あと、フーコーは一冊を一気読みじゃなくて、図書館の本棚一気読みとかするんですよね。こう一列持ってきて、ドンと積んで朝から晩までずっと読んでるとか、そうそういうことをしてたみたいですね。まあ、常軌を逸してますね。ですか。相当でも早くないと、読むのも書くのも、頭を変えても、記憶力も、であれだけの、サブジェクト、あれだけの本書けませんよね。まあ、でもやっぱか、なんていうか、少し研究とか続けてきて分かりましたけど、勘がいいんですよね、やっぱね。天才ですからね。だから、本当に端から端まで読むっていうよりは、パッと分かっちゃうんでしょうね。もう読んだだけで。そういう感覚を受けますね。ゴダールなんかも、自分の映画に、自画像なんかにこう自分が出てきて、それでやっぱり本に囲まれていて、適当にこう本なのかポンと抜いてパッと開いて、そこをいきなり読み出したりするんですけど、多分あれ、日常なのかなと思ったりしてるんですけど、それですぐまたメモ書いたりとかして、ああいう感じなのかな。どうでしょうね。別に実際に、例えば中世のドゥンス・スコトスっていう哲学者にドゥルーズはよく言及してますけど、多分ドゥンス・スコトスの原文なんてあんま読んでなくて、そそうれなんでのすか研究ね。書を読んでるんですよね。でもそれで分かっちゃうんですよね。まあ、分かっちゃう人は分かっちゃうんですよね。それは本当にそうだと思いますね。なるほどね。あと、その国分さんはなんか、ピアノも弾かれるんですって。いや、なんでそんな話。なんか、僕どこから来たんですか？と、この間話をする前にの朝は、なんだっけ、ベートーベンのピアノソナタの31番でしたっけを弾いてから来るとか来ないとか、誰かが言ってました。そんなこと言って。いや、なんか別にちょっと、あれじゃないですか。ロック少年だったら、ちょっとスモーク・オン・ザ・ウォーターのリフだけちょっと弾くとあるじゃないですか。同じような感じで、ちょっと、ベートーベン・ソナタのちょこっとだけ好きなとこだけちょっと弾くとか、そんな感じですよ。習ってらっしゃったんで昔す習か。ってましたけどね。音楽割と好きで、高校の時はバイオリン室内楽でちょっとやってたんですけど、でももう全然才能がないということは分かってやってませんけれども。高校はいや、
どこだったんですか？高校はあの場所東京ですか？東京です。あのハンカチ王子で有名な早稲田実業っていうところなんですけど。そうなんだ。室内学、高校生で室内学ってそれはでも結構高いですね、なんかレベルが。元はブラスバンドやってたんですけど、うん、小中と。でもちょっとブラスバンドがあんまりなんかオタクっぽかったんで、したら端っこの方にいたマイナーな、うん、マイナーなその音楽部っていうのがあって、そこでブラスバンドがオタクっぽい。ブラスバンドオタクっぽかったんですよ、単に僕の高校ではすいません、ブラスバンドは素晴らしいです、僕大好きでずっと小中やってたんですけど、そのちょっとあんま雰囲気が合わなかったですね、僕の高校のブラスバンド。オタクっぽいブラスバンドってどういうんでしょうね。ちょっと僕もやってたんですけど、ちょうどそれで僕が、中1に入った時かな、東京オリンピックぐらいで、前泉さんが作った東京オリンピック のファンファーレがすごく流行ってて、かっこよくてね、あれ吹きたかったんですけど、僕あの中学に入った途端にその音楽の先生に、あお前はチューバの口してるねって言われて無理やり引き込まれてチューバしか吹かせてくれなくて、もう本当に嫌だったんですけど、後ろの方で、一番後ろでしょ、チューバってね、後ろの方ですね、どうっそどうっそ、そうですね、ラミだからもうつまんなくて、でトランペットとか一番前にいてかっこいいんですよね、メロディ吹いてるしね、ちなみに楽器は何だ。僕トランペットだったんです ねかっこいいんですよ、でもなんかもう口が痛くなっちゃうので、こう丸くなるでしょ、丸くなりますね、血がねじんだみたいな、ね、そうなんですよね、非常に辛かったですねやってる時は。そうなんですね。それでバイオリン行ったんですか。まあ全然弾けないですけどね、そう、単に部活でやってたってだけですね。そうでしたか。先日国分さんがいらっしゃったあのアクトシアターでもあのピアノトリオで弾いたんですけども、まあ、今年の大河ドラマ八重の桜のテーマをね、大河ドラマって見ないでしょあんまり。いや何年も見てないですけど。でしょうね。これは楽しみにしてます。もう何年ぶりかにも見ようかなと。僕子供の時は見てたんですけどね、あの最近はねあんまり見てなかったですね。子供の時はね、あのその大河ドラマのテーマ音楽を聴きたくて見てた感じがしますね、うん、あの竹光、それこそ竹光徹さんとか、三好明さんとか、あの湯浅丈司さん、一柳さん、林光さん、もう本当にその当時のそうそうたる作曲家が やってたので、あの関係者から第1話だけあの見せてもらったんですけど、あのまあ戊辰戦、明治維新の戊辰戦争、そのちょっと前に、うん、あのアメリカで南北戦争があって、割と時間的には近いんですよね、うん、南北戦争と明治維新がね、うん、南北戦争で大量の、まあ、武器が使われたと。で、まあ、戦争が終わった、その終わった武器をですね、今度大量に日本に持ってきたみたいですね、うんうん、これ僕大河ドラマを見て初めて教わった、これ事実だとしたら面白いなと思うんですけど、そうか、そういうことか、結局中古になっちゃったわけでしょ、もう南北戦争終わったから、で大量に余ってるんですよ、で、まあ、あの明治維新って言ってみれば日本の内戦のようなものです、そうですね、そこにも、ね、あのまあ、武器を輸出してると、ものすごくうまくできてるんだなと思って、その頃から、まあ、そういう軍事と経済をアメリカはうまく回してたんですね。やってますよね。びっくりしました。じゃあ、 あの大河ドラマであの教わりました一つ。あの世界じゃなくて僕が住んでいる東京都小平市のところの話なんですけど、お願いします。あの今地元になんかものすごいでっかい道路が通る話が来ていて、36メートルの巨大な道路なんですけど、うん、で玉川上水があるんですね、綺麗な遊歩道があって、うん、でそれに交差するんですよ。でさらにその付近にあるみんなの憩いの場のこう森があるんですけど、それもまあそんなの突っ切るんですね。で地元が反対運動があって、で今住民投票やってくれっつって署名集めとかしてるんですけど、だからまあもしあの関心ある方いたら僕のブログとか見ていただければ、あの情報載ってますんで、でまあそれやってて思ったのは、あのやっぱこういう一つ一つの積み重ねでしか全体の民主主義とかも変わっていかないだろうなってことなんですよね。ですごく今その運動やってる人たちは、あのなんていうのかな、変に肩肘張らないで、あの昔の社会運動のような、ね、深刻さはなくて、しかし真剣にやってるって感じがあって、僕すごくあの一生懸命応援してるんですけれども、ちょっとどうなるかわからないんですけどね、猪瀬都政になってやっぱり
オリンピックを口実にですね、多分どん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 道路をこれから作ろうとしていくと思うんですね。で、そうですか。でそれその、はい、ごめんなさい、その小平市の計画っていうのはもう随分前にできた上がった計画なんでしょ。それが50年前に作られて、それでずっと凍結されてたのに、4、5年前にいきなり言い出したんですよね、東京都は。全く意味が分かんないですよね。50年間不要だったのに、なぜ今やるんですかって、全く意味分からないですよね。で、府中街道っていう道路と並行してるんですけど、府中街道は確かにちょっと夕方渋滞とかあるんですけど、その整備とか全くやってないんですよ。右折帯左折帯作ったりとか、だからもうさ、いわゆるもう本当典型的なパターンですよね。決めちゃったから、あのやらなきゃいけないでやりますっていう、まあ、あの官僚のビュー主義というかね、官僚に誤りなしというね、だから言ったことをやらなきゃいけないっていうだけの理由でやろうとすることが多いわけですけどね。そうですか。やっぱりでも本当に何か変えていくのは、あの足元のあるいは地方のというかね、まあ一歩一歩ね変えていくしかないですよね、本当に。僕もそう思います。